ハドフィールドはイングランドダービーシャー州のハイピークに位置する町。ハイピークディストリクトカウンシルに含まれる南北2つの区を持つ。2011年の国勢調査によると2つの区合わせて6305人が在住している。地区はダービーシャーとグレーターマンチェスターの境界をなすエスローーの南側に位置する。またピークディストリクトの生誕をなし、娯楽施設や 公共サービス施設があって、つながりが深いグロソップにもほど近い。ハドフィールドはボトムスチョス位とグロソップ、ブルックの間に位置する。また、エスロー側の谷から南側にあたり、この場所は、ロングデンレールとして知られている。地区の海抜は394フィートから690フィートである。またマンチェスターから12.5マイルの位置にある。ハドフィールドは、もともと、 グロソップ荘園の一部で、ドゥームズデーブックの調査時には、征服王ウィリアム一世の土地だった。彼の息子ヘンリー一世は、この土地をウィリアムペベリルに貸しした。1157年、ヘンリー二世は土地をベージンワーク修道院に貸しした。1537年には、ヘンリーパッセイがシュルーズベリー伯爵に土地を貸しし、さらにハワード家の邸へと当たった。1810年代、 ハワード家がグロソップの発展に責任を持っていた頃、サイドボトム家がハドフィールドの開墾を行った。彼らは1820年に、ジョン・ターナーとジョンソー・オンリーから、ウォーターサイドミル、ブリッジミルを買い取っている。サイドボトム家は3台をかけて、自分たちのミルを開発し、大きな防石機と旗折りを備えた工場にした。彼らはミルへ向かう鉄道の脇線を引いたほか、 1880年には29万3000本の、つむと4800台の食器を用意した。ブリッジミルは1899年に消失したものの、ウォーターサイドミルはジョン・ガートサイドとアシトン・アンダーライン会社によって買い取られた。ガートサイドはミルに、米国製のノースロップ自動食器を導入し、新しいエンジンや電灯を追加した。 第一次世界大戦の間、ミルはグリーンフィールドミルカンパニーに引き継がれたが、工場の一部は軍需品製作に転用された。戦後会社は倒産し、1940年にはロンドンの工場が消失して引き払ってきた、マコノヒ食料品有限責任会社がこのミルを所有するようになった。1954年までには、もともとあった建物の半分は破壊され、 立ち退きを余儀なくされた。1976年には、この場所が再開発され、ハドフィールド貿易地区と再命名された。ステーションミルは、1834年に、トーマス・プラット、エドワード・プラットによって建てられた。プラット家は何代もロングデンレールを開発してきた、家族である。彼らは1923年にイーウィルマンズンサンズに売り払うまで、 このミルを綿工場として68年稼働させた。ミルは売り払われた後絹のいる宝石を扱う工場に変わり1989年に閉鎖された。ハドフィールド・ミルズは穀物工場として1819年以前から稼働していた。1874年にはトーマス・ローズサンズがミルを綿生産工場に作り変えた。 1873年には1000人の労働者を雇う工場だったが1932年に閉鎖された。1940年にはハドフィールドワースティド・ミルズ有限責任会社によって布地生産工場として再オープンされた。ハドフィールドの行政はタウンディストリックとバラレベルではハイピークバラカウンシル、カウンティレベルではダービーシャーカウンティカウンシルによって管轄されている。 ダービージャーカウンティカウンシルの議員選出は、グロソップチャールズワース、そしてエスローの2選挙区に分けられており、町の大半はエスロー地区に含まれる。この地区には、ハドフィールド北、ハドフィールド南、ゲームズリー、そして広大で、人口密度の低いティントーイする区が含まれる。グロソップチャールズワース地区は、他のパドフィールド区を含む、 これらの境界線は2013年に定められた。ハドフィールドには行政教区カウンシルは存在しない。ハイビーク国会選挙区の選出議員は2010年から保守党のアンドリュビンガムである。2010年イギリス総選挙では4677票、2015年イギリス総選挙では4894票の得票差をつけて、 いずれも労働党のケイトリン・ビスクネルに勝利している。ビンガムの前任は労働党のトム・レビットだった。パドフィールドにあるハドフィールド・ミルズこの地区には、ハドフィールド駅とディンティン駅があり、どちらもマンチェスター・シェフィールド・アス、エレクトリック・レールウェイが乗り入れている。ハドフィールドは終点で、すべての列車はディンティンを通って、グロソップ駅に向かい、折り返して再び、 ジンティムを通りマンチェスター・ピカデリー駅に向かう。ウッドヘッドトンネルを通り、ペニストーン駅とシェフィールドに向かう鉄道もあったが、ウッドヘッド線として知られた。この路線は、1970年に廃止されている。グッズ鉄道は1981年まで運行され、同じく、ハドフィールドを終点としていた。東部へ向かう線路の路上は、ロングデンレールトレイルの小道として転用されている。 スネークパスを通って、マンチェスターからシェフィールドへつながる A57 号線は、ウーリー橋からリンティンダニまでハドフィールドの南側を通る。ロングデンレールのウッドヘッドパスを越えて、マンチェスターからバーンズリーやシェフィールドへ向かう A628 号線は、ホリングワースやティントイスルを通って、エスロー側の反対側を走る。モトラム、ティントイスルバイパスには、 A628 号線の渋滞緩和が期待されている。ハドフィールドはグレーターマンチェスターとの境界に近く、これを念頭に置いたサービス展開もなされている。ダービーシャーやイーストミッドランズの域内にありながら、ハドフィールドの交通機関は一部トランスポートフォー、グレーターマンチェスターによって運営されている。またグレーターマンチェスターのテームサイドに拠点を置く。 ゲームサイドグロソップアキュートサービスは、この地区を担当する NHS トラストである。ハドフィールドの戦没者慰霊碑テレビシリーズ、リーグ・オブ・ジェントルマン基人同盟は、舞台を架空の街ロイストン・ベイジーに設定し、この街で撮影された。スピンオフ映画ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンズ・アポカリプスでは、この街が架空の街ロイストン・ベイジーではなく、ハドフィールド自身として登場し、 テレビシリーズの登場人物が、教会の下にある通り道を抜けて、現実世界にやってきた。シリーズや、映画のオープニングで現れる像は戦没者記念碑で、第一次世界大戦、第二次世界大戦での戦没者を悼むものである。ありがとうございます。